も強がりばかり言っている君でもたまには涙をこぼすこともあるはず。そんな時には思い切り泣くのもいい。悲しいことなどほらすぐに消えるから、さあおいで僕のところへ、小さなその手を伸ばしてごらん。夢の世界へ連れて行くよ。着替えなんか何にもいらないから。誰にでも一度は必ずあるものさ。悔し涙で枕濡らしたことだけど、優しい朝の日